今回は、壁内での兄の苦労を考える、みんなの反応を集めてみました。チャンネル登録・高評価、コメントよろしくお願いします。それではどうぞ。兄ちゃんってもしかしてめちゃくちゃ苦労してたかわいそうな子？はい。あの3人でこっそり抜け出して調査できるの女型だけなんだな。超大型は論外として鎧も燃費悪いんだな。他2人が働いてないすぎる。まあ結局流されてるだけだからな、この子も。兄は状況に対して怒りはするけど流されっぱなしだからな。兄も大概心が壊れてるからな。一番メンタル強いのがベルベルトだし。面の皮は厚いけど中身はやばいぜ。あいつ直前まで殺そうとしてた。みんなに助け求めちゃうくらいに。兄はスパイから全部やってた。ライナーは兵士生活を満喫してた。兄駆使しすぎだろ。一晩中走れるのが悪い。逃げるとき一番早いのはライナーだけどね。奇襲だったけど近接戦で兄にも勝つし、あそこは主人公の覚醒シーンなんだ。頭も回って饒舌に仲間を説得できるし主人公すぎるよ。暗殺者に追われながら街中で活動帰ってみればオスノロのクソボケが悪魔ともと馴染んでる。殺すぞ。超大型は隠密行動には最悪で鎧も硬いだけで他の性能は微妙だし、ライナーが頭おかしいから使えないから仕方ないところもある。兄自体サボったり寝ても激務すぎる。なんか普通に訓練楽しんで悪魔たちのリーダー面で尊敬集めて仲良くなってるとか、そりゃ兄は切れる。一人だけ働いてる上にライナーの壊れっぷりを見せられる。再登場してからはうさはらす勢いで素を出すけどね。ピークと同期で苦労してそう。見直したら徹夜で潜入調査してるのに訓練であいつサボってるから勝手入れてやろうぜってなる。ライナーがひどすぎる。頼れる兄貴面してる頃必死に調べてる兄。まあ正体バレした時100パーもするわ。よく耐えたな。ライナーの弁舌に勝てなかったのが悪いみたいなとこある。徹夜でスパイして朝まで巨人艇で全力疾走して訓練始まる前に帰る。その頃野郎二人は兵士ごっこしたりすごい寝相で爆睡してたりする。壁や印壁往復するって巨人隊なの考えてもとんでもない作業じゃない？しかも往復するだけじゃなく見つからないように人間艇で壁越えて内部スパイして、見つからないように人間艇で壁登って帰らないといけないからな。かわいそうな繊細孤児たちなんですよ。死ぬ寸前までマラソンさせられた。無難に憲兵になって情報収集するルートがベストだったんだろうか。巨人化するエレン見なかったら。憲兵に紛れて情報集めてケニーからも逃げれるってこの子すごく優秀なのでは。あとの二人は寝ていた。あの後ケニーが入れないくら狭いドブの中に入ってうんこまみれの中帰ったから。病気のライナーはどうしようもないとして、ベルベル君はさ、ベルベル君は実勢に乏しいから。ねえ、今週のは踏まえると勝手にメンタルやられて精神分裂してベルベットキス君に介護させて、挙句にもう俺の指示仰いでばっかいるなよ、あと兄に告っちゃえよとか抜かして、兄置き去りベルダンディ君殺されて一人逃げ帰ったライナーって控えめに言ってクズなのでは。本人も自覚あって死にたいと思ってるから楽に死ねると思うなよ。そうだよ、全部俺が悪いんだよ、殺してくれ。仕方なかったってやつだ。ダメに決まってるだろ。仕方なかったってやつだ。子供時代にバッタ踏みつぶしてたのは何なの？嫌い。多分ストレス。全てがどうでもよくて命にも価値なんてないという気持ちの発露。壁の外でうろつく無垢に紛れてフラフラしてたと思うとちょっと面白いな。そういえば深夜に壁内を巨人が移動してよくバレなかったな。音とかすごそうだし夜とはいえ人もいそうだけど。よく言われたけど格闘術の訓練でエレンに技かけてるとき楽しそうなのがちょっと辛い。ライナーは帰って父親から教えてもらった格闘術を褒めてもらって教えてほしいって言われたからな。貴重な心休まる瞬間だ。ケミー相手に地下街の売春婦の子供って最高の地雷すぎてダメだった。実際ケミーに出会って逃走ないし勝てる見込みあるかっていうと兄一択ではある。やっぱ根本的に子供4人にやらせんのが無理あるよ。これせめて補助要員の大人つけてやれ。人だけ苦労症すぎる。他二人が役立たずすぎるから。ライナーを手で掴んだ時絶対日頃の恨みから息ができなくなる程度に苦しめてたよね。なんならライナーにこいつマジで俺のこと殺す気かって不安にさせようとしてたかもしれん。こいつマジでもうさっそ見ろよエレン。兄のやつ対人訓練を流してサボってやがるぜ。ちょっと根性を叩き直してやろう。これがなきゃ初期エレンを倒して画像を奪うのは容易だったんだろうな。ベルトルミンでさ、あの後巨人になったライナーたちと戦ったんだけど、エレンが兄に習った格闘術でライナーをボコボコにしてさ、水晶の中の兄にヤミヤということがあったに違いない。このスケジュールで成績上位10人に入れるからね。
そりゃ体術だけならミカサの次だしね。対人格闘はあまり重視されないって言われてたけど、兄の場合ぶっちぎりすぎる。対人格闘の成績ってミカサ、エレンじゃないの？兄は実力ならミカサと同等でも訓練じゃ手を抜いてただろうし。兄は重宝してたけど、身一養う肉体労働は男二人がしてたし、アニメでカットされたよ。その様子は真面目なバカライナーと怠け者のバカ兄とベルト見たいって言われた兄の行った憲兵は巨人の恐怖に関係ないからね。ユミルが壁内に協力したら死んでたのが綱渡りすぎる。偽ユミルが聖女じゃなかったらあのまま死んでるって本当にすごい。ガバガバ記事の見出しもだけど、壁内じゃなくて膣内に見えた。疲れてんのかな俺。え？何？膣内がガバガバ？え？疲れて膣内がガバガバ？安心しろ、実は俺もだ。お前さ疲れてんだよ。謝っても仕方ないぞ。早く弔ってやるんだこいつ。スパイなのに敵に感情移入して二重人格になったライナーよりも正しい態度ではあるけどね。すまん、それを言ったライナーに向けてのこいつや。アギトが野良の無垢巨人に食われなかったらって思うよね。やっぱり人だと人数が足りない。あれマルセイユが巨人化してでも抜けなかったのが悪い俺の撤退という判断に落ち度はない。ライナーはそんなこと言わない。野生のガビ山先生来たな。そうなったらそうなったでもうちょい早いペースで壁までたどり着くから、調査兵団に遭遇してたかもしれないのだ。クソ演歌の才能に恵まれてるよな。作中数少ないアッカーマン生全員と戦ってるよね。よく生きてるな。メンヘラゴリラが仲間にいる時点で才能がすごい。ヤバい敵より無能な味方の方が危険ってこのことか。角巨人やアッカーマンと渡り合える実力があってもこれで一発で終わるからな。ベルトルトが超大型巨人でアニガメ型の巨人ってやつだ。対人訓練でよくライナーを吹っ飛ばすだけでこらえたよね。夜中に内地に偵察行って帰って翌朝の訓練やってサボリジの近接格闘訓練で歩いて過ごしてたらライナーがエレンを消しかけてきた。逆に席潜入してからの数年ベルトルト何やってたんだ。ライナーは指揮と作戦立案、兄は王政に対するスパイってのはわかるが、寝相で天気占い。壊れたライナーの介護。ライナーが壊れたの丸こ食われた時だから1ヶ月くらいじゃね。腰輪着だろうが、待機も任務のうちだよ。真面目にあいつは核のスイッチを管理して待機してるのが最大の任務みたいなもんだからな。その戦略兵器を奪われてしまったと知った時の上層部の反応見てみたい。超大型がいれば回れ編序盤の要塞も艦隊も簡単に落とせたのに、下手に頑張ろうとすると目立ちすぎるからダメ。ライナーが自分から離れたら使命忘れて自分たちのこと切るかもしれんから側にいてフォローし続けないとダメって。ベルトルトも動けない状況だから仕方なかったんじゃない。ライナーのメンタル介護特にそれ以外は何も。それも最後1ヶ月くらいだからな。潜入任務中の兄を心配して夜起きとくとかもないのが何気にひどい。父はネズミマルロを持ってたのに。ライナーの監視でしょ。精神不安定だからふとしたきっかけで全部暴露する可能性のある爆弾だぞ。だからそれは1ヶ月くらいでしょ。壁潜入して数年間何したの？そんな大した監視役じゃないぞ。青年なりのって感じだし、とどめにライナー、君は今、どっちだ？とか無神経。多感な時期真っただ中の子供人にこんな任務をしつけた上層部が悪いよ。聡明なマーレ軍の決定に異を唱えるのか？これは楽園送りだな。マガと人の子供に始祖奪還作戦を託すなど俺には正気と思えん。作戦失敗でライナーだけ帰ってきた時もかばえはしないけど、内心言わんこっちゃないって思ってるのが想像できる。少し違うぞ。最初に帰った時はベルトルト土産ユミルが一緒だったんだよ。3ヶ月後にジーク戦士をサに連れられていったおかげでベルトルさん戦士で撤退したんだからな。ジークが私上に走って裏切ったせいだぞ。あ、最初に帰った時は確かにそうだね。マガトは境界線に来た戦場までは来てないっぽいけど、直接でないにしろ伝令とかでその時点の状況報告は受けてるか。サイン会で答えてたけど、あの時もあれに帰ってないんだ。戦で向こうの兵士と落ち合ったけど、その後志願しなくてずっと野宿してた。一人大人の巨人をつけるべきだったね。巨人じゃないと怖くて誰もやりたがらないと思うけど。いや、あの当時だとそれはもうジークしかいないよ。ただ脅威の子でお手軽爆撃できるジークを本国から離す選択肢はなかったろうな。まあ、結局マーレの指揮官クラスがパラジ島潜入を嫌がった時点でなしりだわ。何を言う、その子供が一晩で国を一つ潰してみせたじゃないか。ただの兵器としての運用はそれでいいけど、潜入とかはまた別問題ぞ。大の大人ですらおかしくなってり、寝返ることがあるのに子供だけで行かせてんだぞ。頭もあれかよ。でも、その時はちゃんと大人が引率してましたよね。
想像だけど、まああれにも合理的な理由はあったと脳内保管してる。クサバーの研究成果年かけて民族浄化されて年前に復権したマーレ民族という歴史の謎、年前の巨人の王の動向に不明な点が多いことから、現在のマーレ人も実は巨人にならないよう操作されたエルディア人ではないかという仮説が生じる。実際、マガトのような里い人は年前の英雄の活躍に裏があると感づいていただとしたら、マーレ人の埋め付け役でも逆に壁の王子との連絡がかりになってしまいかねない。そうなると都の巨人を失ってしまうことになるだろう。最悪、エルディア帝国の復活にもつながる。もちろん、この仮説も矛盾が多いものの、その可能性とリスクは無視できるものではないから、マーレは監督役をつけたくてもつけられなかった。ということなら筋は通ると思う。ダカワのライナーの助言に対する上官の反応を見る限り、マーレ上層はかなりの無能っぷりだと思う。おそらくは巨人の力にあぐらかいて陸戦で無敵だった影響で、まともな戦術眼を持つ人材が育ってないんじゃないかな。マーレ編初期で中東相手に海軍が相当苦戦して半分の戦艦失う無能っぷりを晒してるエピソードが戦士候補生の話で出てたよね。もちろんそれはマーレの技術が遅れてるって描写だろうけど、上の話と一緒に考えるとやっぱ巨人に頼りきりでまともに戦術戦略込めて戦争してないんだろうなとしか思えない。パイを貪り食ってる兄が一番素の兄っぽいよね。かわいい。4年ぶりのパイなんだよ。完全同意。顔に似合わず甘いおかずが好きって噂になってた倍差者くらいだからね。同期に大好物把握されてるって本人だけ気づいてなさそうなのがまたいい。レオンハートさんが兄を自分の娘だと思うようになっていった理由がなんとなく垣間見えるのいいよね。何度もライナーを殺そうとして思いとどまったって後に語っているからな。ピークはドン引きした。ライナーは実力で目型のは静かみから脱出した説。情報を得たならそのまま始末してもよかったよね。兄はよく耐えたよ。ライナーをどさくさでどっかで去っちゃってても文句言えないだろこれ。だからそれ言うと兄もパラディの人にどんなひどい手で虐殺されても文句言えなくなっちゃうんだって。両方ともそれで問題ないだろ。俺たちの会話を聞かれた早くやれ、ワルの民族に情が移っちまったのか。違うってんなら今ここで証明しろ。矢印なんでマルコが食われてる。矢印不安メス、ごめんなさいごめんなさい。オス謝っても仕方ないぞ。早く弔ってやるんだ。本当に気持ち悪いよ。うんこの。よくもマルコ。ライナーは兵士と戦士の間をフラフラしてて危ないけど、ガリアード兄弟は揃って言わなくて良いことを言って場の空気悪くするから、どちらにせよ兄は苦労しそう。ガビファルコは偽名目視したが、アニベルライは本名潜入だったのもだいぶリスキー。東側もマーレで内通してたら即バレだったから。それはないっていう判断でしょ。そもそも島の悪魔と内通するメリットが赤外諸国にはない。スパイなんてありえない。党の悪魔どころかフクロウやイエレナからもやりたい放題されてますし、本当に聡明な判断でしたよね。そもそも党内の奴らは外に人いること知らないし、当然ライナーたちの本名が漏れることもない。下手に偽名を使うと偽名に反応できないとか、とっさの時に本名使っちゃうとかあるかも。だから絶対漏れる心配がないなら本名使った方がボロが出にくくて安全。王家とタイバーの談合もあったし、パラディと外を知っている人間も一定数いたけどね。なんならハンジたちのマーレ旅行にも、エレンの潜入にも気づけないほどガバガバ。党の悪魔どもが攻めてくるぞって想定なのに、パラディ島民が海外人を知らん想定は意味不明。結果的に島民のほとんどが海外を知らんかったわけだが。党の悪魔どもが攻めてくるっていうのは表向きの理由じゃなかったっけ。マーレの戦士を募る時もフリッツ王から宣戦布告を受けたから戦士を募るぞ。実際には受けてなくて資源目的なんですけどね。ダシクルーガーは党の住民が記憶を奪われたことまで知ってたし、タイバーイエもその情報ぐらいは出して、総付箋のちぎりも明確ではないにしろ情報出してるし。3は党内の奴らは外に人いること知らないって主張なのに、そんな党内人類が攻めてくるとか宣戦布告されたとかわけがわからないよ。資源が欲しい建前だよ。党から悪魔が攻めてくるって建前なのに、党内の奴らは外に人いること知らないって前提はわけがわからないよ。表向きの理由を聞いた大多数の回れない一般人は、島の悪魔どもが攻めてくるになるけど、実際に潜入作戦を行うライナーたちや回れ軍上層部は、壁内の大多数の一般人は記憶を消されてることを前提に作戦を進めるだろうということでは、要は壁の外に人なんかいませんって前提で会話して情報収集しないといけない。これは真実を知ってる壁内上層部に対してもそうしないと、当然侵入者だと気づかれる。なのに知らされずに行って会話の前提が噛み合わず、壁外に関する単語なんて出したら危険だし。内通者がいて戦士の名前把握されてたら一発アウトじゃん。あえて本名使う理由がないな。
ストリアですら別名使いこなしたのにボロもクソもない。ライナーかばって死んだマルセルが悪い。アニメはカットの嵐で時系列おかしくなってるけど、兄がケニーに見つかったのって訓練生になる前じゃなかったっけ？ライナーが壊れる前だったと思うんだけど。原作でも訓練兵になってからで間違いないよ。ライナーの弁舌に勝てなかったのが悪いみたいなとこある。事実なだけにひどい。首絞められた後どんな会話したんだろうな。首絞めといた後もペラペラ喋って丸め込んだのは想像に難くないが。しかもその後降雪された本人は精神分裂で兵士ごっことか顔見ただけで吐きそうになるのも無理ない。でもぶっちゃけ兄も自業自得なとこあるよね。それ言うなら全員そうだから。大きさもさることながら変身の度に爆発する超大型は論外。鎧も言うほど持久力良くないから長距離移動を兼ねて調査すんなら目型しかないよね。まさに物理的に血を吐きながら続ける悲しいマラソン。ライナーは繊細すぎた母親からの期待と実は弟のために印象操作してたんだって告白された直後にマルセルが自分をかばって死んで兄にボコボコにされてマルセルへにやって頑張ってたら壁内の奴らは悪魔なんかじゃなくてそりゃ壊れるわ。繊細じゃなくても、まあ壊れるよね。ライナーが頭おかしいせいで苦労してるのがひどい。ジャンですらお前を責める資格はないって言ってるのにお前らはいつまでライナーを責めるんだ。ライナーには幸せになる権利があるからな。もういいんだよライナー。この戦いが終わったらユミルの呪いも解けて英雄として称えられて幸せな人生を歩んでほしいよね。ダメです。それはそれ、これはこれ。兄擁護するときはライナー叩きたいだけのやつとストーリー分かってないやつと闇雲に女を擁護するやつがいるんだよ。いつも言うてライナーがクソムーブかましたのは事実なんでしゃあない。ライナーのこと悪く言ってても結局作戦とか立てるのライナー頼りだし同情しないな。てめえ自分が残って戦績上げてえだけの状況なので撤退したい兄に立案する義理なんかないんだ。ライナーが延長して始めた物語はライナーが責任取らなきゃいけないんだ。戦績ないとお前らもヤバいよって話に納得してついてきた時点でライナー側の動機はどうあれ兄にも責任はある。兄は逃げたのは自分にも責任があると認めてるぞ。そしてライナーの作戦に文句は言っても従ってたのは兄も内心それしかないと分かってたからだ。正直あのタイミングでマーレに帰ってもアギとトウの情報はらだから3人とも次の候補生の番号半確定獣が配送してくれないとマーレは絶対許してくれない。いや、話せることもある。あれは兄が尾行している最中のことだった。俺は女神に結婚しようと言い寄られていた。そこにいた日々はまさに地獄だった。こいつを殺す勇気が私にあれば。ここまでライナーたちに酷使されたりヘイナーにイライラさせられたりしてるのに、目覚めてからライナーと和解のハグした兄って優しすぎるのでは。兄だって虐殺したパラディの人々に許されたい人なんだから兄もライナーのことを許さなきゃならないよ。自分だけみんなから許されたい、でも自分はあいつを許さないなんてこの漫画で通るはずがない。兄が許されたいって言ってるシーンなんか原作にあったっけ？どちらかというと自分の犯した罪を自覚はしてるけど、父親に会うためならその罪を何度も犯すって考えのキャラだったと思うけど。あの首吊りおじさんの兄の解釈許して欲しかったんでしょのことだと思う。止めの壁破壊時もごめんなさいって謝ってたし、兄は許して欲しかったんだろうなって自分も思う。確かに読み返してみたら誰かに許して欲しいって感じがする。進撃ってやっぱキャラの心情とかすごい。自分じゃ気づけなかった。教えてくれてありがとう。ずっと兵団とエレン推しから叩かれて永遠に岩のままかと思われた時はライナーと合わせてあげたいと思ったが、いちいち突っかかる姿勢は無理になってきたし、はよアルミンとくっついてくれ。でも実はライナーの辛く性を目覚めさせちゃったのは兄だよね。マルセル死んだ後ライナーが兄にボッコボコにされて反撃した時、ライナーはそれまでポルコにすら言い返すことはあっても手を出すことはなかった。母に嘘を吐かれ、父に拒絶され、ポルコにいじめられ、マルセルに犠牲にされ、それまで被害者でしかなかったなかったライナーが兄に半殺しにされて初めて加害者側に転じた。兄の辛くがライナーを目覚めさせたんだ。それで兄が苦労した。この漫画本当にかわいそうなやつばっかり。兄自身が作中で許してることを今さら蒸し返してもな。ライナーが無理言って任務続行になっちゃったんだから作戦ぐらい立てるの当たり前じゃん。ユミル巨人から逃げたのは兄人の責任で、それは兄も認めてるわ。そのまま手ぶらで帰るのも無理なんだから代案くらい出せるだろ。ピッちゃんと同期なんだっけ？マルセルが巨人化できなかったのは即死だったとかじゃなく、弟が戦士になるのを回避してライナーにも懺悔できたから戦う覚悟なくしたんだと思う。何度も言われてるが、子供にお使い頼むノリで子孫奪還を命じたマーレがバカすぎる。子供だけじゃどうしても問題出るだろ。
ライナーとベルトルトが巨人バレした頃の二次創作は兄がライナーに矢印向いてて、かつヒストリアもライナーが好きで三角関係みたいなのが多かったけど、今考えると兄がライナーに矢印向くわけがねえ。ライナーは頑張っているんだけど、それはそれとしてクソすぎる。なるほどな。バッタ踏みつぶしたのは父親の過剰な期待に対するストレスの描写か、効果が解かれた時のびしょびしょの兄は俺を興奮させるための描写か。 MAPPA は危機として描くだろうね。作中で登場人物が折り合いをつけて解決したことなのに、わざわざライナーと兄を再び対立させるような話題は苦手だわ。兄は苦労したかもしれないけど、同時に許されない罪を犯してもいる自分が、罪を責められたくなければ自分だって他人を責められない兄はそのことに気づいているでしょ。苦手な話題にわざわざ見に来てコメント残しに来る症状ってなんて言うんだろうな。ベルトルトはまあ言われるほど介護してないけど、それはそれとしてライナー放置すると何するかわからんから、監視も兼ねてそばにいないとあかんよね。まああれ参戦パンすぎるだろ。アギと食われた時自分も動けなかったくせに、兄の言う通りにしてたらライナーは確実に死ぬからね。そりゃ兄もライナーを殺してやろうと何度思ったかわからないって答えちゃうよね。ダイアッカーマンをコンプリートとかいうこの世で最高レベルの地獄。仮にマルセルが生きてたらと考えてみるけど、ライナーがマルセル頼れる兄貴分になろうとしないから、ガビみたいに壁内人類に噛みついて問題起こしそうと思った。国一つ落とせたんだし、人いるし子供だけど、まあなんとかなるでしょてなわけで、不確かな情報しかないけどパラジトを言ってきて、最後に女型の対人格闘見たいけどもう無理かな。エレンに格闘技を教えている時が数少ない壁内での楽しみだったのかな。兄にとっては本当まっすぐに進んで、アルミンや自分より強いミカサを守ろうとするエレンは眩しかったんじゃないかな。兄のイメージソングに彼女は冷たい棺の中でがあるけど、あれってエレンのことを考えてたのかな。そもそも兵団に入って中央に近く役目はライナー、ベルトルトに任せて兄は別の身分で潜伏してもよかったのでは。ガチギレ兄かわいい、もっと苦しみながらガチギレして。兄とライナーがくっつくと予想してる人もいたけど、兄が惚れたのがアルミンで本当に良かった。実際協力しないと逃げ出して生還できるかも困難だし、任務なのだから成果はないと、戻ったところでどうなるかわからないのを理解してるからね。まあ焚き付けた張本人のライナーは青春を謳歌してるけど、ライナーは作文力だけはあるからな。ライナーが変なこと口走らないか見てなきゃいかんし、この漫画で幸せなのってハンジさんかばって死ねたベルモット、最後までエレンは貫いたフロックくらいな気がする。フロックは何の意味もなく生き残ってしまった志願士なの英雄たちでは、いつか行き詰まる俺がやるんだってなったからこそのキャラだから、幸せとは言えないと思う。あとモグリットね、彼もまた死んでもいいとはきっと思ってなかっただろう。真実も知りたかった、もっと生きていたかったと思う。人で兵士に並んでもとは思った人なら大人がいたらと考えてしまうな。兄に負担が集中しちゃってたし、働きが少ない二人、特にライナーはなんか勝手にボロ出し始めるしで最悪よな。LUCK 値が低すぎる。マルセルの分まで壁ダッシュオート中央への潜入&ケニーと遭遇トロストク奪還作戦にて兵士ごっこ、マルコの処理ソニー&ビーンの処理、憲兵団にて兵士ごっこ、壁外調査にてエレンダッシュ&ブスリバイ&ミカサミバレ、オートでの戦い重労働すぎる。アニメでカットされたけど、ベルトと二人で木の根っこ取る開拓作業の方が辛いことだぞ、だったら兄がベルトと木の根っこ取りやれよ、兵団入るのだって兄が帰りたいからちゃっちゃと済まそうとせかしたからだし。仮にマルセルが生きていたとしても、弟を守るための行為でライナーに強い罪悪感を抱くぐらいだと、壁内に入ったら罪悪感でライナー並みにヤバい具合になりそう。なんで車力で送るとかしなかったの？